どの面を選んだりとか、トゲのような線、ラインが引けちゃうと。え、撮ってんの？アキペンのアキラです。こちらのチャンネルでは、ときめく文房具やときめくクリエイティビティについて、ストリートアート好きの私、アキペンの目線から紹介しております。本日紹介したいのが、こちら。オキュラスクエスト2のキングスクエストのフィティング。はい、知らない人のために説明すると、VR ヘッドセットです。レンズがあって、それぞれ違う画面が表示されて目につけると立体的に物事が見えて、別の世界、メタバースの中に行くことができるっていう代物ですね。で、この中にキングスプレーグラフィティっていうこういうソフトがあって、実は VR の中でグラフィティを楽しむことができるというソフトがあるので、今日はこれについて紹介する、したいと思います。結構長いのでね、興味ある人向けになってると思うんですけど、ぜひ、参考になったって方は、いいねボタンとかコメントとか、質問とかいくらでも受け付けてるのでお願いします。チャンネル登録は今のうちにね、よろしく。それでは、行ってみますよ。あ、帽子かぶり忘れした。はい。はい。こんな感じの空間になってます。ちょっとこれは前に書いたやつなんですけど、まずね、皆さんに紹介するということで、いろいろやってみましょう。はい、こうやっていろいろ全身を使ってね、描けると。色とかも変えられて好きなだけ落書きができちゃう。こういう感じでね、楽しめるやつです。で、色とかもここで変えて、こう調整できると。楽しくない？ちょっとこれをなんか普段やったことない、壁に落書きしたことがないっていう人だったらもう最高だと思うんだけど、まずは操作説明から。場所を移動しました。操作説明からしていきますよ。解説です。右手が実際に描くスプレーとかで、左手がいわゆるこういうメインメニューいろいろあって、色を選んだりとかすることができたりとか、ノズルを選んだりとかっていうことで、手をこう、あれ出てこないな、あ、こうね、そう、手をね、こうやってスティックを動かしながら変えてやると、左手にこうスティックがあるんだけど、スティックをこう動かしてやるとこうスマホが出てきます。スマホの中にはメインメニュー戻ったりとかいろんなことができると。で、これはロードアートワーク、過去に作った作品をロードできたりとかで、こうセーブは保存する、今この画面にあるやつを保存する。で、セッティングっていうのはこういろいろ操作設定っていうのがあって、このクリーンっていうのを押すと、もうまっさらにすることができると。これ便利ね。で、このブームボックスっていうのは曲、こういろいろこのグラフィティのとタイアップしてる曲を流しつつプレイできると。で、ロケーションっていうのはこう他にもいろんな描けるいわゆるキャンバスになる壁のシチュエーションがね、いっぱいあるので、それ移動できると。今はこの中でルーフトップ、ごめんなさい、トップドッグオートリペアっていう場所にいますね。これシチュエーションが違うのでだいぶ楽しめます。こっち行くとリプレイっていうのが、描いた作品をタイムラプスでまた再生できると。で、こっちのイメージズっていうのが、これ To add the image connect to a computer and copy into the reference image folder on the device っていう、このこれはオキュラス、今使ってるこのオキュラスの画像の、オキュラスの中に画像を入れとくと参照できるっていうやつですね。で、このカメラっていうのは押すとこうやって自分の作品を、作品がなくてもね、そのシチュエーションを撮影することができて、このオキュラスの中に保存されました。オキュラスじゃないね、もうメタなんだよね。で、このステンシルズっていうのは、これプロジェクターの形をしてるけど、ステンシルズっていうのを押すとこういう、見えるかな、ロードされて、これをここにスタンプできると。なんかちょっと変な感じになったね。ちょ
実際に描けない人もね、こうやってなんかワンタッチでバンクシー的なことができちゃうっていうやつですね。はい、でホームっていうのを押すとここに戻ります。これは何だろうね、ノーティフィケーション、通知だから、なんか更新があったりするとここに1とかなったりするんだろうね。はい、でクリーンアップして、その他右手と左手の、説明をしていこうかなと。コントローラーが右手と左手にあるんだけど、このコントローラーっていうのは、まずこの左手の Y ボタンっていうのを押すと、こういう操作説明が出ます。で一個一個言うと、このコントローラーにはグラブ握るところと、この人差し指のいわゆる銃を撃つところのトリガー、グラブっていうのと、握るのがグラブ、人差し指がトリガーで、それぞれ両手にスティックがあって、いわゆるあのプレステとかゲームキューブとか Wii とかスイッチとかにも全部ある、あのいわゆるスティックですね、スティックがあって、でそれを押すこともできる、カチカチとね。で、ボタンが2つ、手前ボタンと前ボタンで、これは右手が A ボタンと奥が B ボタン、左手が X ボタンと Y ボタンで、もう一つ立体的なボタンじゃないところに、この、右手はいわゆるオキュラスボタン、これ長押しすると元の所定位置に戻る。例えばこっちを正面にしたい場合、右この位置で正面を向きたい場合、この状態で真ん中ボタンを押してやれば ここが正面になると。でも今日は正面を、ここを正面にしたいので、この状態で、このボタンを長押しすると壁に向かって、壁を向かった状態にキープされますと。そうね、左手のこれは Y ボタンね、 Y ボタンっていうのを押すとヘルプが出るんだけど、全部英語なんだよね。だからその英語が読めない人だったらすげえ大変だと思うので、一旦この映像で皆様に紹介しようかなと思います。で、一個一個いこうかな。まずは左手、見えるかな、結構これさ、オキュラスの目線の位置が難しいから、撮れてる、うまく撮れてるか分かんないんだよね。こちらね、ショーフォーン、プルバック、L スティック、こう携帯をスマホを出すことができると。ショーペイントメニューっていうのは、ティルトコントローラーっていうのは、このコントローラーをティルトするとメニューが出ると。お、出なかな、ちょっとこれ何もない状態で、スマホがない状態でこうやるとメニューが出ますと。なんかパレットをこう持つような感じだね。で左手はこの Y ボタンがショーヘルプ、このヘルプが出るか出ないかで、クラウチっていうのはしゃがむって意味なんだけど、クラウチングスタートとかのクラウチね、しゃがむとこう低い体勢になることができる、だから座りながらでもね、低いところに書くことができるんですね。でグラブオブジェクツ、 LG っていうのか、 L グラブのことね、を使うと、例えばこういうドラム缶とかをこうやって持てちゃう、こう持てちゃうんですよ、グラドラム缶とかを。こうやってね、でその上に乗ったりとかができると、あ、乗れなかった、まあそういうことができるっていうのをちょっと覚えておいてください。今度は右手ね、まずは一個一個いきましょう。グラブオブジェクツっていうのは、今と同じ右手でもこれを持つことができると。グラブね、直感的だから結構分かりやすいと思う。 RT っていうのはライトトリガーね、トリガーっていうのはこの人差し指、いわゆる銃を持つところ、これを実際のスプレーと持つよ、同じように持つとスプレーを出すことができますと。なんでこれがかなりグラフィティっぽくていいよね。で壁に寄ってあげて、こういう感じでかけますと。いいね、これだけでもグラフィティやってる感あっていいよね。とこの R のこのスティックだね、スティックっていうのをやるとチェンジカラーグループっていうので、こうスプレーの色をね変えることができますと。縦にやると色のグループを変えることができて、右にやる、右左右にやると、そのグループの中で種類を変えられると。で一個一個ねスプレーに名前がついてるので、これを覚えるの楽しいですね。で、もう一個 RG、 ライトのグリップを押しながらスティックをこう動かすとノズルを変えることができますと。で基本的にこの水色のスタンダードっていうのを使うと一番やりやすいんだけど、他にも、いっぱい種類があるので、これは後で解説しますね。で一番大事なところ、一番大事なところなんだけど、今これさっきからずっとねピュン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 やってるのをみんな気になったと思うんだけど、これ実はこの A テレポートっていうのを押すとこういうねレーザーが出るんですよ。レーザーを
使って移動します。このゲームでは普通だったら左手のスティックでこう移動するとこうクイクイ移動できるイメージ、どんなゲームでも左手のスティックで移動するのがセオリーだと思うんですけどこのゲームの中では右手の A ボタンを長押しするとこうポインターが出てきて、そのポインターが指してるところにワープするっていうような仕組みになってます。で結構ねこれが癖があって慣れるのに時間がかかるから、これは練習してもらいたいんだけど、最低限のコツをお伝えすると、こうやってなんか書いてる時に近すぎて自分がちゃんと書けてるか分かんないっていう時に、これを後ろにこう引きで見たいっていう時にこうやるんですよ。さっきから俺ずっとやってるけど、こうなんか剣をこう取るみたいな感じで寄って後ろでこうやってこうやって、つまりこういうあそこを指してんだよね。それでワープで、この壁側を、壁のギリギリ、これを練習するとかなり効率が上がる。まあ、後ろにこういうやり方でも大丈夫、全然ちょっとスポーツっぽいから、これだけね、なんか中二病っぽい動きだけど慣れるとかなり効率よく描けるようになります。色の選び方ですね。色の選び方っていうのは基本的には左手のこういう、カラーホイルっていうのがあります。これをこのスプレーの先端でポイントしてあげるとその色になると、これで色を選ぶことができる。結構自由に色を選ぶことができますね。で他にはこの色の種類としては、右を選ぶとこうやって割と細かい、こっちだと結構流動的な精密に選ぶことができないんだけど、こういうカラーチャートもあれば、こういうグレースケールのカラーチャートもあります。8段階のグレースケールがあるわけですね。結構ここが強い印象だな。まあにしてもこう上でも流動的なグレースケールがあるのでこれを使えばよくて、で他にはこういうなんていうかカラースペクトルがあります。フォトショップとか使ってる人だったら結構ピンとくると思うんだけど、なかなかこれは精密に数値を入力することができないので、色をね選ぶことが結構難しいですね。でこの4種類、この色をもう一回呼び出したいっていう時にこうやって選ぶと大変なんですよね。だからすぐ呼び出せるようにこの空の空欄のところにこうやって置くと保存できるようになります。いろいろこうやった時に、あこの色もう一回使いてって時にこれ保存したやつを使うといいっていうこともできるし、右手のこのサンプルペイントっていう B ボタンですねを押すと、そのこのカーソルがあるところにその色をサンプルすることができると。これはデジタルの恩恵をちゃんと受けてますね。となんだけど、結構これをやると実際のグラフィティとはね、なんか構成が変わってきちゃうので、おすすめとしては右手でスティックを動かすことによって、こう一個一個ね特徴的な色に特徴的な名前がついてるので、ここから選んであげるのがおすすめですね。そう、これでなんか色数を縛ってあげて、この限られた色数で書いてどれだけうまく書けるかみたいなことが実際のグラフィティではあるので、それを楽しんでみるといいと思う。なのでこっちの左手で選ぶよりも僕としてはスプレーから選んであげるっていうのがいいかなと思います。ちなみにこれは実際にあるアイアンラクっていうメーカーのシリーズの実際に存在する缶のバリエーション、カラーバリエーションなので、かなり楽しいですよ。リアルで面白いです。クリーンして、でもう一点ですね、実際に色を選ぶ時っていうのは、いわゆる色相とサイドと、色相とサイドと明度っていうのがあるんですよ。それに加えてこのグラフィティの概念では光沢感っていうのが加わってきます。どういうことかっていうと、例えば白で光沢感っていうのがなかったとすると普通にこういうラインが引けるんだけど、この白に光沢感っていうのが加わるとこういうものになると、まあ、単純に言うとメタリックっていうことですね。そう、これがメタリック系なのかどうなのかっていうところで、例えば黒にするとガンメタリックみたいな、
でメタリックがなくなるといわゆるマットブラックみたいな感じになると、これはちょっと分かりづらいけど、例えば、赤でメタリック演出をやってみるとこういう感じね。結構分かる、これ分かりやすいでしょ。あのこれはね結構アナログ作画、アナログのシチュエーション、デジタルにはできない表現なので結構 VR でしかできない、VR の特徴を生かした表現だと思いますね。でもう一個解説したいのが、ここにプレッシャーっていうのがあるけど、これは実はガス圧のことなんですよね。これが面白いところで、実は缶によってメーカーによってガス圧っていうのが違うんですよ。日本の缶は結構ガス圧がめちゃめちゃ強くて塗装用が多いので、なんでブシャーと出るのが多いんだけど、あのこういうグラフィティとかのアートユースのやつは結構ねガス圧が低いのが多いですね。ガス圧が低い方が何ができるかっていうと、結構精密な線が、優しく弾ける音も全然違う。なのでこうやってガス圧を調整しながら、調整っていうか、あのガス圧の高いやつを選ぶのかガス圧の低いやつを選ぶのかはその人の自由なんですけど、やっぱ広く大きく描きたいっていう人はガス圧が高いので、もっとドカンと広範囲を塗っちゃうっていうようなことができちゃうんですね。でプレッシャーって、このガス圧っていうのをマックス低くすると、同じようなことをしても、まあ、一応できんだな。ガス圧マックスにすると、まあ、しっかり出てくれるということです。まあ、これおすすめはガス圧マックスで、このスティックじゃない、このトリガーを優しく押すことでも、あのガス圧を調整することができるので、結構そこで調整してもいいかもしれないね。なかなかちょっとこうハイレベルになるんだけど、優しく押すとこの強さを調整できます。でグラフィティにはスプレーキャップですね。グラフィティではこのスプレーキャップとかノズルやチップとかティップとか言いますよね、の種類がこう 1,2,3,4,5,6,7,8 8種類あります。これスタンダードキャップっていうのがこういう感じで、 NI ファットっていうのも定番なんですよね。太い NI ファットは太いです。とピンクドット、これも太めなんだけど、なんか太も細もなんか応用できる感じで、新キャップっていうのは細いね、細めで、フェザーダスターっていうのはもう細めのやつですね。で 100% ビーフスプラッタリーキャップっていうのは、まあもうこれ使ったら多分わかるけど、こういうようなスタンプが結構雑なラインが出る、ラインっていうか雑な、もうすごい細々したような点が打たれますね、こういうので。サイクロプスっていうのは名前かっこいいけど、なんか全然出ないやん。そういうもんなのかな。サイクロプスは、なんか半透明みたいな演出ですね。で、僕が好きなのはチゼルマーカーっていうのは、いわゆるこういうスタンプ、棒状のスタンプ、スプレーは丸が多いけど、この棒状のスタンプが出ることによって、いわゆる、マーカーでいう角マーカーですね。なので結構あのカリグラフィーとは相性がいいんじゃないかなと思います。漢字とかね、でこのグラフィティ、このソフトにおいてリアルじゃない点としては、あのアンドゥがないんですよ。1個戻るっていうことができないから、もう消せないっていう、結構リアルなグラフィティと同じなんですよね。だから、失敗ができないっていう、消しゴムとかもうないんです、消すことができない。なので下地に近い色っていうのを選んでやって塗るしかないっていうのがリアルなんですよね、やたら。でもこれはあのパソコン版のやつにあるみたい。これは今オキュラス版でやってるのでアンドゥっていうのはない。だからもしねどうしても戻りたい場合はパソコン版っていうのを使うといいかもね。消しゴムもないので。であともう一点
ていうのは壁が物理的に存在しないことです。だから実際にはこうやって壁に描いてるとこうやって壁をギリギリを攻めたりするんですよね。壁をギリギリで攻めたりするとここがここにめっちゃかさぶたできるんですよ。壁になぜならこうやって指が当たるから擦っちゃってね。なんだけどこれの場合は、あ、そう、遠く離れると太くできて壁に近くに寄せるとこう細い線になるんですよね。だから広く遠くしたり寄せたり遠くしたり寄せたりっていうことをやるんだけど、もう本当に細い線を引きたい場合はこうめっちゃ限界まで壁に寄せてこういう線を引くんですよ。なんだけど壁がないんですよ。だからもう全然通り抜けちゃうっていう、もう全然リアルじゃないよね。まあそれはしょうがないんですけど、壁にねぶつかっても困るし、で実際こうやって寄ってもこういう感じになる、アウトオブバウンズ、いわゆる OB になっちゃいました、とゴルフだよね。なんでプレス B で元に戻りましょうと、初期位置に戻るっていうような仕様になってます。であとはもう一点、欠点を言うとすると、例えばここからここまでまっすぐな線を引きたいってなると、実際にはここからこうやって歩いていけば、実際に全身を体を動かして歩きながら行けばいいんですけど、これの場合は部屋の中でプレイする前提だから、そんなこの体を全身を動かせるだけの範囲、エリアが、プレイエリアがないとできないんですよ。なんで屋外でやんないといけないっていう、そういう現象が起きてきます。なのでこれ長い線を引きたい場合はこうやって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 こうやるしかないと。なんでまっすぐな線を引くロングストロークを打つっていうのが結構ね難しい感じですね。であといいところといえば、インクが使い放題っていうことですね。実際にこれ缶1個買うとなると1000円ぐらいするんですよね、日本では。まあ相場で言えばまあラーメン1杯ぐらいするんですよ、この缶が、このペイントが。そうだったらさ、ペン買って楽しい、なんか落書きを家でエンジョイした方がいいよ。まあ目的が違うけど、そう、缶1個買うのにそんだけお金がかかるわけですよ。だから結構贅沢な遊び、贅沢なアート分野になるんですよね。まあ慣れてくるともう本当にインクをもう自分でエアブラシとか使って別の手を使っちゃうわけだけど、この缶で何かを書こうとすると結構お金がかかるんだけど、このゲームのこのシミュレーターの中ではいくらでもどんだけインクを使ってもなくならないから、もう最高。もこんだけ長い時間スプレーをしてることに対して結構なんか実際に書いてると後ろめたさが出てくるんだけど、もう無限に使えるっていう良さよ。塗りつぶしし放題だし、練習もし放題ですね。最高だよね。これなんですよ、このグラフィティの、 VR グラフィティの良さは。であとは結構スプレーってこう強く押すとこうやってブーって出るけど、優しく押してもこう優しく出るようになってるんですよね。だからこの優しく押すっていうのをうまく使ってあげると、結構なんだろう、グラデーション表現とかが簡単にできるかもしれない。ちょっとやってみようかな。例えばこの色とこの色のグラデーションをしたいときに、この間の色をちょっと濃すぎたかな、
こんな感じにしたりとかね、グラデーション表現が、グラデーション表現が簡単に、簡単にっていうとなんかちょっと誤解を招きそうだけど、できちゃうということです。もう一点、こうやってるとインクがこうポタッとね、今これペロペロ垂れてきたじゃん。なので出てほしくない時も勝手にこの液だれが、これをもう設定で変えちゃいます。ドリップスイネーボードをディセイボールにすると、おすすめなのがこのスプレーカーソルっていうのが最初はオフになってるんだけど、そうするとこうやってどこに何がスプレーがね出るか分かんないから、このスプレーカーソルっていうのをオンにしておくと、大体この辺にスプレーがされるよっていうサイズ感とか、寄るとこうやって小さくなるし、大きくなるとこう大きく出るから、これは練習に、練習っていうかデジタルで書く上でだいぶ便利になるので、これはやっとくといいかもしれないね。他にはコントロールバイブレーションで振動とかで、あとはこのハイドペイントメニュー when using phone っていうのは、このペイントメニューを出すか出さないかみたいな、このスマホを出してる間ね、とあとディスプレイハンズっていうのを消すとこう手が映んなくなるとか、写真を撮りたいとかいうときはこれを消しとくと便利ね。あとオートロードラストセーブドというのは保存しなくて、最後に保存したやつをこう起動時に呼び出すとか、オートオープンノーティフィケーションズメニューっていうのは最初一番そのノーティフィケーションを出すか出さないかみたいな、うまく説明できてるか分かんないけど、でスイッチハンズっていうのをやると聞き手がね、違う人はこうやって変えることもできちゃうよっていうやつです。スプレーっていうのはこの壁に対して垂直に同じ距離でやるとこうやって安定した線が引けて、さらに距離を離してやると太い線が引けるわけですね。であと角度っていうのを変えてやると結構こういうなんかふわっとした表現ができるんだけど、これはなんか実際ちょっとだけあまりリアルではないんだけど、よく使うテクニックなんですよ。こうグラデーションをこう壁に対して平行にやると打つ、こういう半透明な部分ができたりとかね。これの特徴を説明すると、壁から離せば離すほど隠蔽性っていうのが下がるんですよ。ほらめっちゃ近くでやると、遠くでやるとこうね、離れれば離れるほどふわっとしたスタンプになると。なんだけど大きく書けるっていう特徴があって、これをうまく使いながらやる、基本的には垂直に壁に対して垂直にこうやって線を引くものだけど、こういう動きをするとこういう線になるの、わかります？こういう壁、外から入れて壁に限界まで近くして、そこからまた離してあげると広がっていくっていうようなことが、これはよく使うテクニックです。なんだけどこれはグラフィティで実際に壁が存在しないから、広いところから壁を貫通するようにするともうトゲのような線ラインが引けちゃうと。でこれ便利ですね。これはVR グラフィティならではのテクニック。逆にこう奥から引いて広げるっていう手もあるけど、どっちかって言ったら外から入れる方が楽かもしれないね。これをうまく応用してやると、こういうような雰囲気のタギングを楽しむことができます。普通にやるとこういう感じになるんだけどね。そう、だいぶ違うでしょ。このフレアのテクニックを使ってあげると結構このある程度の再現ができるから、 VR の中でこのテクニックを使うと結構楽しめるかもしれない。ペンでは楽しめないような表現ができるので、ぜひねこれはやってみてほしい。
てエリアを紹介すると、ちょっと一個一個行ってみようか。まずは今ここにいるのがトップドッグオートリペア、これがサブウェイ、電車に書くことができます。アリーウェイ、こういうちょっと人が目立たない、なんかあれっぽいね、あのトゥーナイトゥーナイって感じ、ここあのウエストサイドストーリーのアンダーパス、アンダーお作品がもう残ってる、アンダーパス高架下ですね。はい、これ前描いた作品がここに残ったままになってますね。この瓶とかも持てちゃう。これはトレインゴンドラか。トレインゴンドラ同じとこのナイト、夜ですね。とブルシップ、ブルシップ、ブルシップってなのかもしれないのデポ、これ車に書くことができちゃいます。このインフェクシャスエイプっていうのがこの VR グラフィティを作ってるキングスプレイグラフィティのメーカーですね。メーカーっていうか、これ裏もいけるのかな、裏はいけないね。ブルシップストレージ、このなんか倉庫みたいなとこね。ブルシップって何なんだろうね、ブルシットのあれだけど。シネマはもうそのままですね、シネマで映像が流れてます。曲もなんか流れてるね、このシネマも。トップドッグガレージ、あ、これはなんか人の作品をこれはダウンロードしてロードすることができたので、はい、これは壁がもう黒に塗られてまして、でクリーンするとこういう感じになりますね。これは割と一番シンプルな壁かもしれない。でこちらがルーフトップス、これ前作った作品がここに残ってましたね。てか最初ここにいたんだっけはい、ルーフトップス、屋根の上って意味ですね。リプレイっていうのを押すと、こうやって自分が描いたものの自分と同じアバターがここに出てきてくれてリプレイされるんですよ。さっきの作品のリプレイは別のコンテンツでアキペンのチャンネルで出してるので、ぜひちょっと見てみてください。続きが見ることができます。こうあのアキペンのね A みたいなの書いて終わろうかなと思います。じゃあクリーンして、それでは書いていきますよ。 A1 文字にしようね、ちょっと大きめに書こうね。こういう感じで、ここのエリアを、でグラデにしたいから今まずは、こういう感じですね。で、このあ、ここがちょっと怪しいな。これでいいか。で立体部分を何色にしようかな。これ一個一個ね色がついてていい感じなんですよ。ワンヨーロギーブラッドで、立体部分を俺は普段黒にしてるから、
マットブラック、もうそのまんまですね、マットブラックにしましょう。低いとこだな、だいぶ。でこことかもな、ぴったり出すのむずいからもうさっさと書いてしまって、まず塗りつぶします。これさ、あのなんでね下まで体を動かさないかっていうとね、画面から消えちゃうからちょっとしょうがないんですよ。絵的にね。っていう感じで。で、定期的に引きで見てあげて、うわ、やっぱここ怪しいなーっていうところに対して、ちょっと色のチェンジを。周りを緑でいっか。こういう感じにしようね。で、縁取りをします。うわ、だいぶ怪しい。ちょっとこうやってね、全身やっぱ動かさないと無理だ。結局こうなるんかいっていう話だけど、現状こんな感じね。で、ああ、アウトオブバンズで角とかも。で、あとは、ハイライトをやってやるか、もう。アスペンホワイト。ここに向かって。ここも。下から上に行こうかな。まあ、いいか。現状こんな感じです。で、あー、だいぶやりづらいとこにいんな。で、これプレッシャーを下げてあげて、うっすらと。だいぶプレッシャーが弱すぎ。なんかオレンジいるんだけど、どうしよう。で、最後タギングをその辺に入れてあげて、これチゼルでいこうかな。
はい、こういう感じになりました。意外と簡単にいけちゃうっていうね。ひびとか入れてえな。ちょっとひび入れちゃおう。ちょ、ひびを入れさせてください。はい、なんかこういう感じですね。完成。ということでキングスプレーグラフィティでした。ツイッターとインスタやってるのでぜひフォローしてください。チャンネル登録よろしくということです。はい、それではアキペンでした。インスタグラムやツイッターをやってるのと、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録ボタンをポチッと押してみてください。で、ぜひね、VR で、あれやってほしい、これやってほしい、あれ書いてほしい、これやってほしいとかね、ある人もない人も、ポーポーポーとかコメントでいいのでね、ぜひ残してってください。それでは。